こんにちは、ライムです。今回はダークロードの上位カード1枠確定ドローを開催、こちらのお話解説していきたいなと思います。まあ始まったのは月曜日なんだけどね、今もう水曜日なんで3日経ってしまった状況ではあるんですけど、はい、上位カード1枠確定、これが先月の末あたり、まあ、同じ時期ぐらいに魔法カード1枠確定っていうガチャがあったんだよね。だからそれに対しての、まあ、新しいタイプ、上位カード1枠確定と。多分こんな感じの、多分ね、大体なんとなく見えましたね。その、このダークロードのガチャの雰囲気が。しばらく、もう今2ヶ月くらい経ったのかな？ 2 ヶ月くらい経って、なんとなく雰囲気分かりましたね。まず月初と、2週間に1回って言った方がいいか。2週間に1回新しいカードが実装されて、で、月末、この下旬になると、こういう感じの、まあ、何々1枠確定10連ドローみたいのが開始されると。多分そういう感じのガチャサイクルだね、このゲームは。なるほどなと思いました。で、この上位カード1枠確定ドローが引いた方がいいのかっていう話なんですけど、まあ、その辺についてね、ちょっとお話ししていきます。で、この上位カードって一体何なのかっていうと、まあ単純な話、このゲームってちょっと分かりにくいんだけど、これ上位カードっていうぐらいなら、レアリティつけろと思うんだけど、レアリティないんだよね、このゲーム。で、どこで判断するかっていうと、確率、単純に。排出確率から見て、まあレアカードだなっていうところ。あと、あれだね、効果のところに、強物理攻撃とか、強ってついてるやつだね。強ってついてるやつが基本。上位カード扱いになってます。まあ一部ね、このティンクルスターみたいに無属性の普通にただ単純に魔法攻撃としか書かれてないものもあるけど、そう、基本的にはこの強魔法攻撃とか書かれていたりするものが全て上位カード扱いになってます。はい。で、この上位カードなんですけど、まあいろいろ、こうしてみると結構もうすでにいろいろ出てんだよね。意外ともう増えたよね、だいぶね。基本初期威力が25だったり、初期威力20だったりするものが最大で65とか、まあこのキアとナンバー2に至っては90まで上がると。まあこれほんと一番確率低いんで、このフレアを90まで持ってくのって相当大変だと思うけど、まあしかも無属性だしね、はい、っていうところもあるんですが、このゲームのシステム的に正直この上位カードを強くするメリットって薄いんですよ。というのも、これ一見威力60とか70もあるから、プラス10までしたらめちゃめちゃ強いんじゃないみたいな。このゲーム超ぬるゲーになるんじゃないのみたいな。思われる方もね、いるかもしれないんですけど、皆さんね、思い出していただきたい。ここで、このゲームの仕様を。このゲームは基本、オート、特にオートだね。オート前提にした場合だと、威力が高いカードを先に使うっていう優先順位としてね、威力が高いカードを最優先にして使うっていうシステムがあるんですよ。そうすると、このね、レアリティの高いカードって威力60とか70もあるから、これをデッキに入れてしまった場合、回復カード、ケアルとかが発動できなくなっちゃうんだよね、オートにすると。だから極端な話、デッキに、このレアカード、上位カードをすべて入った状態で、すべてこう、プラス10の状態、威力60とか65の状態でデッキに入れてしまった場合、ほとんど回復が発動できないくなってしまう。できない状況が増えてしまう。っていうことになって、結果的に敵に勝てなくなったり、すぐ負けてしまったり、回復できなくてね。っていう問題が起こってしまうので、で、そうなってきたら、じゃあ別に回復魔法より強いカード外せばいいんじゃねって思うかもしれないですよ。まあ当然ですよね。回復できないんだったらじゃあ回復より威力があるカード全部外せばいいじゃんってなるけど、そうすると今度は威力は低くなる。デッキとしての総合火力が低くなっちゃうんだよね。ってところで、ちょっと難しいところなんですよ、これ正直。単純に、強いカードとか、まあレアリティの高いカードがこうして1枚確定だから、最高じゃんみたいな、このガチャ最高だよねって思われるかもしれないんだけど、ちょっと罠があるんだよね。なんか何とも言えない、これ引いた方がいいのかって、これ正直なところ。確かに
うんとね、まあ、あれば強いんだよ。回復魔法より威力が低い状態で持っておきたい、理想は。威力40ぐらいで。40ぐらいでストックしておけるなら、いいガチャだなって思うけど、これ魔法攻撃とかね、いっぱい入って、属性付きの物理攻撃とかも入ってるし、そうそうそう、さっき言ったこのキアとナンバー2とかも入ってるからね。この辺も狙えるんで、まあ悪くはないんだけど、その、強化した時が怖いよね。結局回復魔法より威力が上になっちゃったら、オートで放置してる時の安定度が下がるんですよ。それって結局本末転倒なんだよね。オートで楽にするためにガチャをしたはずが、実はレアリティの高いカードを入れれば入れるほど安定度が落ちていくっていう謎なシステム。これはね、もう本当にこのダークロードのシステムに欠陥があるって感じだね。もうまんまこれは、まあ、運営も多分、これもう実装する前からわかるはずなんだけどね。いかに、運営というか開発がやってないかってところだよね。テストプレイしてないってところだよね。これがあるから、特に課金してる方が、まあ、無課金の方だと、その、今回のね、確定度、ガチャ回したところで、そのプラス、一気にプラス10になるとかってことはまずないから別にいいと思うんだけど、そこそこ課金してる方、そこそこガチャ回してる方、例えばもうキーシーンナンバー3とかが、もうプラス5になっちゃってますみたいな人だとちょっと怖いよね、このガチャ回すの。まだプラス0とか、プラス1とかね、1枚持ってませんっていう状態だったらいいかもしんないけど、それぞれ1枚ずつぐらい持っておくのはすごくいい。それぐらいが、一番適度だと思う威力まあ30ぐらい、威力30ぐらいで全てのカード持っておきたいなっていうところが理想だけど、そうもいかないからね。だからもうここは本当に運営の改善なんですよ。アップデートでその辺をなんとかしてくれるしかないんだけど、ただこれアップデートの方法結構単純なんだよね。要するにその回復魔法さえ最優先で発動させてくれればいいので、なんかオプションかなんかでそのオート時の挙動の設定でっていう項目を加えて、そこで回復魔法を最優先仕様にしますかみたいな、オンオフみたいなやつを設定して、で回復魔法がねデッキで、まあ、リロードとかして出てきた時には必ず回復魔法出てきた瞬間に使うような設定があれば、それだけで済む話なんだよね結局。でオートだから結局カードもランダムだから、そのなんだろう、属性合わせて色を合わせてその回復魔法を使うっていうことも結局オートだから、そこまでは別に求め、さすがにそこまでは求められないわけじゃないですか。だったら普通に回復魔法が出たら確実に使ってくれるって優先設定があれば、それだけで済むんだよね。それだったら最優先に使ってくれるんだったら、まあ威力60のこのレアリティの高いカード、いわゆるこの公式が言うところの上位カードが全然入れられるわけなので、課金者にとっても損しない。これ今課金すれば課金するほど損する仕組みになっちゃってるから最悪なんですよこれこのゲームのシステム今のところこれはもうさ、2ヶ月放置してるけど、もう初期の頃からもう分かってた不具合だからね。不具合、もうもはや不具合だよねこれね。この仕様を改善すべきだと思うんですよ。もう僕がさっき言った通り、ほんとオート時の挙動っていうオプションを追加して、ケアルを最優先しようっていう、ね、それのオンオフができればそれで済む話なんで、で、回復がいらないとこだったらオフにして、まあ、火力だけ出せばいいだけ。まあ別にデッキからケアルの回復魔法を外せばいいだけなんだけどね。はい。まあでもそうはいかないんだよね。その回復カード優先的に使いたいっていう場合だと、そう、結局この高威力のカードを外すことになっちゃって本末転倒になるのでね、皆さんね、これを見てくれた運営さん、ぜひとも絶対見ることはないだろうけどもし万が一この動画を見てくれていたとしたら、その辺のね、アップデートぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じですね。なので、引くかどうかは皆さんの手持ちによるわ。正直。10連?これ待って、10連ぐらいでもちょっとやってみる。僕もね、正直あんま引く気ないんですよ。しかもこれあれなんだよね。このチケット限定なんだよね。何気にチケット限定ってところで、あんま無課金の方には優しくないんだよね。
まあそう、来月が正直あれがあるからね、そのユニクロの方の5周年イベントがあるから、ダークロードでも何かしらあるんじゃないかなっていうところもあるんで、あんまチケット今使いたくないんだよね。ただまあ記念に10連するけど、記念に10連行こう、記念の10連とりあえずとりあえずね。はい、さあ、お2枚出た。ん2枚、なるほど、アリエル、これは嬉しい。アリエルは嬉しい。あ、ティンクも上がったか。ティンク、あ、いいね、いいね、いいね。これいい引きだわ。普通にいい引き。で、これが、あ、これぐらいがちょうどいいわ。PC がプラス4になりましたけど、これぐらいがちょうどいいわ。プラス4かプラス5ぐらいが、多分ベストだと思う。これ。この程度の威力が一番、無難ですよこれ結局。はい、なんでそうなんだよね、この後だからこのガチャしてキーシーン、このナンバー2が偏っちゃったとしたら、これがどんどん威力上がっちゃうと困っちゃうんだよね。結局デッキから外すしかなくなってしまう状況に陥るので、怖いね、怖いわ。はい、といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。